はい。泉の森です。ここが大和の迷いの森ですね。暗くて映んねんな。言うほど忘れちゃってる。道がわかんねえな。どこまで繋がっていくかわかんない。一応舗装はされてんだけど、ちょっと住宅街なんであんま大きな声出せないんで。現在地ここか。ルート2246をまたいでますよね。
まだちょっと横にまだ住宅街があるんですよと、これまだ入り口のほんの触りのとこなんですよね。枝が分岐してんな、これ。下手にこっち。こっちの方がいいか。迷いそうだな、これ。結構ここだだっ広いですよ。ちょっと自然がちょっとぶっ壊れちゃってるんですけど、この辺は中にその太平洋戦争中に防空壕があって、そこに逃げ込んだ人たちの霊がある。防空壕がどこにあるかっていうのは未だねよく分かってないんですよ。伝説なのかな、あくまで伝説ってね、変だろ。足元が暗い。もちろんここはクマは出ません。川が流れちゃった。うわ、すごいなこれ。魔物が出そうですね。こういう開けた場所って。うわ、てか俺言うほど歩いてねえから。だろあれ、ここはもう何だかよくわからない。よくわかんねえ、迷っちゃったな。一種の公園なんですけど、ここは怖いな。
暗いな。遠くが映んねえや。池だ。なんかの池。もう完全俺道分かんなくなってますね。これはちょっと一日で回りきれないか、切れるけども暗いから分かんねえな。完全246の音頼りに行かないと。お、なんで鳥が、え、なんで今鳥、鳥なんて、今なんか飛んでったんですよ。ちょっとカメラで確認できなかったんですけど、この辺りからほーっていうちょっと暗いんですよね。分かりづらい。不思議だな。なんだあれ。一回じゃ全部回りきれねえよこれ。墓があんだけど。あっちから来てんの。山口家の墓。なんでこんなとこに墓あんの。墓荒らしはいけないんだけど、なんでこんなとこ墓あんの。お、誰か地主と、や、地主の墓かこれ。なんか書いてある。大正に建てられた。ちょっと暗いな。なんかちょっとよくわかんないけど有名な人の墓っすね。ちょっと30分くらいまでしかちょっと僕のカメラの関係上撮れないんで、30分で行けるところまで行ってみたいと思います。今どこだ。東州の東州、ちょっと奥義の墓ってとこ、今現在地。どうやって来たんだろう。暗闇坂ってのもある。なんか聞いたことあるな、暗闇坂って。でも俺分かんなくなっちゃったな。これ
いや、これ完全迷いましたね。これね。いや、ここ行っちゃダメでしょ、これ。わ、これはいけねえよ、これ。道じゃねえよ、これ。いやー、なんかね、先客がいたんですよ、俺が止めようと思ったとこに。こっちかな、とりあえず。コウモリでも住んでんのかな。見てください。いやー、何回も言うように昼間来たかったな。昼間夜勤明けで超綺麗いんですよ。起きなかった。あら、ここに出てくるのか。なるほどね。さっき見たのがこの辺だったよね、気がすんで。とりあえず とあまりにも暗いんで、ちょっとやっぱさすがにここビビりますね、俺。いや、無理、一人で探索無理、これ。闇ですよ、もう。そして車どっから置いてきた、車どこからどこに置いてきたか分かんなくなっちゃった。ちょっと明日昼間ここ来てリベンジしたいと思います。いや、無理だよ、これは。ちょっと舐めてましたね、大和泉の森で。さっきあの墓通り過ぎたぐらいのところで森の中から人の声聞こえたんですよ。でもこれ本当に、本当です、マジで。山口家の墓ってとこ通り過ぎたぐらいで人の声聞こえちゃった。あ、これやっと、ここ、あそこ、ここ見覚えあんな。いや、ここ無理、一人じゃ無理無理無理。いや、本当にいつもどうしようもね、動画ばっか撮って申し訳ないんですけど、いや、もうどこ歩いてるかわかんねえ。ちょっと昼間だったら駐車場止めれる場所なんで、正規のルートで来てみたいと思いますね。ちょっといかんせ、ここ迷っちゃいますよ、これ。下手するとこれルート246が見えてるからまだいいんですよ、ここ。上にね、246ね。
ここ鉄橋の下で、はあ、こっから来たっけ。あ、いいんだよなこれ。いやーちょっとやばいなこれ。いかんせこんなのにだだっ広いとは思わなかったマジで。いやこれはだっていくらなんでも無理だよ夜は。ほらルート246、246線ね。東京からずーっとあっちの方までつながってる。秦野とか神奈川県の秦野とか、あのね、これはちょっと無理ですね。いくらなんでも。これ遭難しますよ。下手すると夜は。元来た道戻るってのはめんどくさいよ。道はね結構ね、いやあの森の中入ってからわけわかんなくなっちゃった。いやこれちょっと俺不甲斐ねえな。全然方向感覚わからなかった。まあ、今車に戻ってんですけど、まあ、ここまで来るわかんですけど、本当入り口なんですよこれまだ。まさかのですねこれ。ちょっと泉の森の地図もあれ手に入れないとここ攻略不可能っすね。ちょっと思いがけないほどダンジョン難易度が高いですここ。あ、足こけちゃった。ずっこいちゃった。引っかかっちゃった。ちょっと無理でしたねこれは。なんか変な声聞こえたしさ。いや俺幽霊怖くねって言ってたけど実は怖えよやっぱよ。マジであんな墓の近くで声聞こえたって。はい、こっちでいいんだっけな。何使うのここ。夜の墓は怖えよやっぱり。あ、なんだこれ、なんかステージっぽいね。ちょっと絞ります。あ、なんか蝶々が書いてある。いやもうここまで来ればちょっと安心だな。意外に本当やっぱ泉の森はなんか出そうっすよ。おそらく俺以外に人いないはずなんですよ今この時間で。いくらなんでもちょっと怖かったな。え、これ夜来るもんじゃないっすね。いくらなんでもの闇ですよ。まさに魔の森です。住宅街の入り口のところでこのレベルですからね。まあ10階ほどではないけど。一本道じゃないと分かんねえよ。
くらなんでも。ちょっと暗いから金網伝いに歩いて反射を映んねえかな。映らねえか。待てなわけね。一回ヤマト魔の森編、ヤマト魔の森の冒険ボリューム1切りたいと思います。シアス。